多くの人がですね、なかなかね、いつまで経っても英語を喋れるようにならないっていう一つの理由に関しては、この段階っていうのをやっぱりね、2段飛ばし、3段飛ばしで行こうとするんですね。はい、ヒップホップ&ザカルチャーをご覧の皆様、DJ フォーデン系です。今日もですね、やっていきたいと思います。今回で第4回目となる留学生向けコンテンツですね。で、僕自身ですね、アメリカに10年住んだうちの最初の5年間は学生。後半はですね、ビザを取得して、まあ働いていたっていうようなね、経緯をたどってるので、これからアメリカにね、来たいっていう人に向けて、情報をね、発信したりとか、経験をシェアしたりしていきたいと思います。今日のトークテーマはですね、ズバリ、英語ペラペラへの道のりです。で、これはですね、本当に僕よく聞かれるんですけど、まあ、例えばね、僕が10年間アメリカに住んでいましたって言うとですね、大体ね、みんな、10年間も住んでたんですか、すごいですね、って、じゃあもう英語ペラペラなんですか、とか、あとこれからね、アメリカに行きたいんですけど、どのぐらいで英語ペラペラになれますかね、とかね、そういった質問とかね、っていうのをよく投げかけられるんですね。で、この英語ペラペラっていう状況についてね、話していきたいと思います。そもそもですね、英語ペラペラっていう状況ってどんな状況ですかね。まあ多分ね、皆さんが想像するのは、例えばつまらずに英語がスラスラ出てくるとか、まあめちゃくちゃ注意して聞かなくてもスッと英語がね、入ってきて聞き取れるとかね、そういう状況だと思うんですね。で、僕自身もね、当初ね、英語を勉強し始めた頃にはね、どのぐらいでペラペラになれるんだろうなってすごく思ってたんですね。で、一番最初のね、まあ多分1年目とかかな、語学学校で教えてもらってた先生にですね、ある時、まあ聞いてみたんですね。で、こういう聞き方をしたんですけど、英語って今からアメリカに住みながら学んで、だいたい平均的にみんなどのぐらいでネイティブみたいに喋れるようになりますかっていう風に質問してみたんです。その時にですね、言われたことをですね、僕ね、今でもね、結構ね、鮮明に覚えてるんですけど、その先生の回答は、基本的に大人になってから英語を勉強し始めてネイティブにはなれないと思うと。で、もしなれるとしたら、限りなくネイティブに近くなれるとしたら10年ぐらいかなっていう風に言われたんですね。で、これを聞いた時ね、僕ね、まだ英語を勉強し始めだったんで、もう超絶望的な気持ちになったんですけど、今になって思えばね、この言ってる意味っていうのはすごくよくわかるなっていう風に思うんですね。で、日本でもですね、英語学習に関してはいろんな諸説がありますよね。例えばなんかよく言うのが、日本人はただ英語にコンプレックスを持ってるだけで、本当はもっと簡単に喋れるようになれるとかね、あとスピードラーニングで2、3ヶ月でとかね、まあいろんな諸説あると思うんですけど、でもね、あなたの周りで例えば大人になってから英語を勉強し始めてかなり高いレベルの英語を喋ってる人ってどのぐらいいますか？おそらく僕の予想多くはないんじゃないかなと思います。これを紐解いていこうと思います。で、結論から先に言ってしまうと、英語ペラペラにどのぐらいの期間でなれるかっていうのは、その人の思ってるペラペラっていうのがどのぐらいのレベルかによるんですね。で、僕大体ね、いつもね、10年間もアメリカいたんだったらもう英語ペラペラなんですかっていうふうに聞かれた時にですね、僕はね、大体答えてるのが、まあ普通ぐらいにはっていうふうに答えてるんですね。で、まあまず当然なんですけど、この英語には段階っていうものがあるんですね。で、僕がですね、自分のことをやっぱペラペラにならないなって思ってたのって、要するにその段階の中の最初から最上級っていうのを目標にしてたからなんですね。で、ここからはですね、僕の経緯と重ねながらね、いろいろその段階っていうのを解説していきたいと思います。で、経歴っていうのは人それぞれなので、あとね、まあ英語のね、吸収のスピードっていうのも人それぞれなので、あくまでね、一つの目安として捉えてもらえればと思います。まず第1段階目ですね。これは分かりやすく言うと、例えば語学学校だったりとか、コミカレの ESL だったりとかですね、まあ英語を勉強している人たちのコミュニティから最初はスタートするわけですね。で、まあその時にですね、周りでコミュニケーションを取るのは学校の先生だったりとか、あとは、世界中から来た英語を勉強しているインターナショナルスチューデント、まあ生徒たちですね、英語を勉強している人たちですね。大体勉強を始めて1年半とか、まあ2年ぐらいするとね、大体このコミュニティでは一番喋れるような存在になるんですね。で、そうすると今度ね、2段階目っていうのが見えてきます。でですね、もう2年ぐらいアメリカにいるとね、もう普通にアメリカ人の友達とかもね、ちょいちょいできてくるので、そうなってくるとね、また今度もう全部普通の一般のアメリカ人の友達とかと遊ぶようになるんですね。そうするともう会話のスピードだったりとかで、結局そのコミュニティ2段階目に進むと、そのコミュニティでまた一番喋れないやつみたいな感じになるんですね。
そこからね、また1年とかね、2年とかすると、またね、その普通のアメリカ人のね、子たちともハングアウトできるぐらいに英語力が追いついてきて、ここでですね、第3段階目に突入してくるんですね。この3段階目に突入すると、もうすでにアメリカには4年から5年ぐらいいるってことになるので、で、大体ね、学生ビザの一番最初の目安っていうのが、最初のマックスの目安っていうのが5年間なので、ここでね、働けるビザを取得して、自分のやりたいことで働けるビザを取得して、この次の段階に進むかっていうような決断を迫られる人がすごく多いです。でですね、この際にですね、必要なのは弁護士とやり取りする英語力だったりとか、あとはカバーレターとか契約書をね、作ったりとかね、働く準備をし始めるわけですね。ここでですね、また難しいなーみたいな、もうアメリカ4年もいるのになーっていう風になるんですね。で、次、4段階目ですね。この4段階目に突入するとですね、ビザを取得していよいよ働くことがスタートします。で、働くことがスタートするとですね、当然まあもちろん引き続き契約書とか、あとはですね、専門的なその業界の用語だったりとか、それぞれのね、あとは仕事をする相手のレベルが高くなってくると、それなりのもっとちゃんとした英語を使わなきゃなんなかったりとかですね。で、またここでね、また自分喋れてねえなーっていう風に実感するんですね。で、まあもう皆さんお気づきの通りですね、5段階目以降っていうのは、まあこれがずっとひたすら続いてね、まあ自分のやるべきこととか仕事の内容とか、まあ付き合う人とかがね、レベルが上がっていくと、どんどん喋る英語の英語力っていうのも上げていかなきゃならないので、結局ですね、自分が自分の肌感で自分ペラペラ喋れてるなっていう風に思えるのって10年ぐらいかかってしまうっていうような話なんですね。で、先ほど僕が言った、まあ、最上級を目標にしてたっていうのは、要するにですね、僕はもともと、まあ、その音楽をやりに行ったので、DJ のね、MC 中に喋ったりする英語だったりとか、あとは曲をリリースした時にラジオに呼ばれて、そこでインタビューでね、受け答えしなきゃなんなかったりとかね、まあ、要は人前でかっこよく喋るっていうのは、まあ、要はエンターテインメントとしてね、かっこよく喋るっていうのは、その英語を学んでいく中では結構最上級なんですね。で、さらに、まあ、作詞っていう風になってくると、さらにね、まあ、研ぎ澄まされた英語の感覚みたいなのが必要になってくるんです。で、ちょっとね、エピソードとして話させてもらうと、ある時ね、僕がね、一番仲良かった英語の学校の先生ですね、その人がね、僕に言ったんですね。まあ、とある他の生徒でね、歌手志望の生徒がいて、で、その人のことをね、言ってたんですけど、あの子は歌でだけ英語を学んでいて、全然ちゃんと喋れてないと。あの子はそれでいいと思ってるかもしれないけど、アメリカ人はちゃんとした英語っていうのが喋れない人たちのことを相手にしないし、何もできないっていう風に僕に言ったんですね。で、その時に僕が言ったのが、もうお前それ真実だけど、あんまりそういうことをまあ先生として言わない方がいいよみたいなことを言ったんですね、冗談で。そしたら、その先生がですね、僕に言ったのが、じゃあお前自分自身を見てみろと。で、お前はいち早くそれに気づいて、しっかり勉強して、まあね、大成功はしてないけど、アメリカのアーティストと曲を作ったりとか、もうがっつり DJ して、ぶちかましてんじゃねえかみたいなことを言われたんですね。で、その、まあ、会話をしたのがね、すごく記憶に残っています。さて、英語ペラペラと自分で感じれるかどうかは自分の設定レベルによるっていうようなお話を今日はしてきました。で、この動画で伝えたかったことって、別になんかネイティブになるには10年かかるから諦めろとかね、そういうことが言いたいわけじゃなくて、英語っていうのはまあ少しでも喋れれば結構世界が広がるし、まあね、自分の目標設定っていうのをちゃんと組んで、それに向かってね、勉強していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ただ、多くの人がですね、なかなかね、いつまで経っても英語を喋れるようにならないっていう一つの理由に関しては、この段階っていうのをやっぱりね、2段飛ばし、3段飛ばしで行こうとするんですね。で、そういう人って結構多くて、そうするとですね、まあよくいるような、まあ発音だけそれっぽくて文法がぐちゃぐちゃで何言ってるかわかんないみたいな、そう、ネイティブから見たら一番痛い人みたいなね、感じになっちゃう可能性も高いんで、これから英語を勉強しだす人たちにはですね、まあ早く喋れるようになりたいんだったら、もうそれなりの時間をもうめっちゃ投下するとっていうようなね、まあシンプルな真実っていうのをここでお伝えしておきたいと思います。ちなみに僕はね、オンラインでまあ英語を教える仕事っていうのをね、個人でまあ受けてやってるんですけど、まあね、まあ忙しくならない程度にやっていきたいなと思うんですけど、もしね、本気でやりたいっていう人がいたらですね、インスタの DM とかでご連絡いただければですね、ちょっとご相談させていただければと思います。でですね、最後に告知。2020年9月25日ですね、私 DJ4DNK のニューシングル Don't Wanna Come Home Featuring Dayday and Bae So Young をね、リリースします。で、こちらですね、初の韓国人アーティストとのコラボ作品になってるので、皆さんぜひぜひ聴いていただきたいと思います。そんな感じで、いつも通りチャンネル登録、高評価、それからですね、インスタグラムでのフォローもお忘れなく。 DJ4DNK でした。